寂しくね。せっかくさ次のさ N でもさ一緒やってめっちゃ喜ん、めっちゃ嬉しかったのにさ、めっちゃ嬉しかったんよ。そう嬉しかった。あ、杉浦おるからよかったってちょっと安心してたのよ。ホット様が出てって言ったのはこういうことか。そう、なんかね、だから出てほしかったってさっき言ってくれて、ミカナに出てほしかったって言ってくれたから嬉しかったけど。何このクマは、何このクマは、すごい金のやつなんですか。ありがとう。どれがいいとかありますか。あ、大丈夫みかな、もう取った。あ、本当ですか。ありがとう。みかなは一番可愛い担当でした。やばくね。タワーですかこれ。ありがとう、ゴンちゃん、ゴンちゃん、佐藤さん、ありがとう。可愛いタワーを、そう一番可愛いで、杉浦が、あの山本美香さんは一番可愛い担当でお願いしますって。いや、はずいはずいって自分で言うのはずいって。しかも笑いを着ちゃったからさ、ちょっと恥ずかった。誰が言っとんねんってさ、みんな思うよね。恥ずかった。今日はハーフツインです。最近ねハーフツインが多いんですよね。あの髪黒くしました、また色抜けとってさ、今日黒くしてきました。朝一で。公園で初めてミカニャン見たけど、お顔小さくてびっくりした。嬉しい。また公園来てください。そう、黒髪にしましたよ、また。梅干しよろしく。梅干し持ってくるな。阿部です、ことちゃんとのもの、ありすぎて思い出とか。だってあれですよ、あのドラフトの候補生の時から同じチームやったんですよ。でずっと一緒に苦戦しとったし、ダンス下手やから2人とも、ホテルも一緒に泊まったりしたし、候補生の時にもう毎晩一緒に寝とったわけよ。チーム一緒だからね。だしいろいろ喋ったし、2人がそのグループの中でミカナと杉浦の2人がめっちゃ早起きやったんですよ。余裕持って準備したいタイプの2人で、そう、杉浦四人衆っていうね、死後今は亡きね、杉浦四人衆っていう、ハーサとミカナと杉浦と STU さんの沖ゆかの4人でね、仲良くてね、そう4人でホテル泊まったりして、マジマブ。
そう、今のところ誰も辞めてなかったんですよね。こんな、なんか今はなき、今はなきユニットですけど意外とね、誰も辞めてないからちょっと寂しいですけど、やし一瞬ね、一緒に住んでたんですよ、杉浦と。初めの一瞬ね。だからもう家族も同然なので、だからちょっといっぱい思い出があるから本当に寂しいです。杉浦四人衆さ、杉浦おらんくなった、おらんくなったら杉浦三人衆にするわ。杉浦おらんけど杉浦三人衆にするわ。扉開けっぱなしで行くなんて、みんな開けっぱなしするんや。あ、すいません、すいません、ごめんなさい。聞こえちゃった、聞こえて閉めてくださったじゃん、閉めてくださったんやけど。そう、みんなね普段閉まってないから閉める習慣がないんですよもうよいしょ、あっちの音がね入ったらまずいのでねえ、メールしたみたいやったんな。めっちゃさ感じ悪かったな。杉浦おらんくても杉浦三人衆です。懐かしいね。年越し桃鉄おもろかった、マジ楽しかった。めっちゃあの時にもらったあの何やっけ、景品でもらった景品っていうの、バナナを今日食べましたずっと実家帰ってたから食べれてなくて、もう、真っ黒になってね、なんていうの、シュガーなんていうの、シュガーなんちゃらみたいなあれがすごかったけど、甘くて美味しかった。ちょうど完熟でした。シュガーポット、そうシュガースポット、それ、うん、大丈夫じゃん。大丈夫じゃない、そんなあの汁とか垂れてなかったから大丈夫やと思う。ただ黒かった。そのくらいが一番美味しくない？なんかもう黒、汁出る直前くらい甘くて美味しくない？皮でもね、中は全然黒くなくて皮だけ黒かった。そのくらいが一番美味しくないですか？え、なんか放置しすぎたら汁垂れてない？あれちょっとね気持ち悪いよねちょうど食べ頃だったと思う。顔パンパンでやばいね、ちょっとやば、ごめんなさい。
好きなフルーツなんですか？うーん、柿、桃、イチジク。YNN？ 何の YNN？ なんかあるんですか？YNN？ え？なんか出るんですか？まだスケジュールには来てない。なんか出るんですか？発揮生と 23？ ちょっとまだ来てないんでね、今知りました。なんでみんなの方が先に知ってんの？いつ言われてたん？今ではない。昨日かの。嬉しい。昨日か。なるほどね。ネイルはシルバーです。ケイトモデル、マジ売れ。年越しの瞬間何してた？配信してましたよ、桃鉄。いかの配信始めて何分経ちましたか？今日さ、メイクめっちゃさ雑にやっちゃった。なんかもうメイクがね、めんどくさくてめんどくさくてね。14分 OK。何でもいいやってめっちゃ適当にやっちゃった。あーもうしんどいって。紫、いつもと一緒。黒髪にしたからそう見えるんじゃない？リナチーハースと同年代。そうね、元気かな小林。まだ髪明るくする予定ありますか？まあするでしょ。てかなると思う、普通に色抜けてなるから。明るくするっていうよりかは明るくなっていくと思う。で黒を入れての繰り返しだと思うから、多分どっちも楽しめると思いますけど、はい。でもそれは不本意茶髪なのでね。あの不本意です。ナナホと連絡取ってる。そう、めっちゃ取ってんのよ。今日もずっと、今日もあの公演終わって自撮り送って、髪黒くしたよっつってめっちゃ撮ってる。でこんなミカナと LINE 続くとかびっくりしてるみたいなの言ってた。かわいい。 TikTok
見てるってめっちゃ言ってかわいい。TikTok 見てるらしい。最新の動画の髪色好きやわって。今日のさピンクの衣装着てて超絶かわいいなやつのアンコールで、その衣装での自撮り送ったからさピンク似合うなって言ってくれた。めっちゃ LINE してるよ。ナナホは1個下。ランキング見ますね。15位まこっちゃん、14位ゆうさん、13位日本橋のけんさん、12位ガミさん、11位ミカナ大好きさん、10位カミュさん、9位サーカちゃん、8位ヤマちゃんさん、7位タルタルタさん、6位エレンちゃん、5位しきな長尾さん、4位シャドウさん、3位マリちゃん、2位ゴンちゃん、1位ひさとさん、ありがとうタワーみたいなのもお正月仕様で可愛いですね。ごめんちょっとブレブレ。ありがとう。ちょっとやばいよねやばいよね。やばいよね。ちょっとやばくない？やばくない？ことちゃんによろしく言っておいて。ちょ自分で言いなさいやばいよね。ちょっと今日センチ千尋ですか今。うわ見たかった、くそ見たかった。やばいよね。なんか恥ずかしい。この時期にさ太ってたらさ恥ずかしいよね正月しっかり満喫した人みたいでさ恥ずかしいんやけど、夏とかに太ってても別になんか何もあれやけどさ、今の時期太ってんのはずい。しっかり文化楽しんだ人ではずいはずいしっかりお正月太りしてるって思われるのはずいジブリ何好きな？思い出のマーニーかな。思い出のマーニーと千と千尋。でもジブリってさなんか簡単に好きとか言えんくないなんか違うやん好きとか言うの。なんか違う なんていうの、ジブリのなんかあの感覚はちょっとねちょっとあの難しいわ話し始めたらごめんなさいじゃあ終わります。じゃあね。